こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にさせていただいております。さてさて、アマプラタイムということで、amazon プライムビデオで今すぐ見れる、今すぐ見れる作品を紹介しております。基本的には映画を紹介しております。はい。今回はですね、もういつの 映画僕が生まれるよりも前ですね1968年の映画なんですが名作中の名作 SF ファンははっきり言ってこれを見ずして SF ファンと呼んでは自分を呼んではいけませんはい日本でいうところの SF アニメにおける 宇宙戦艦ヤマトみたいなもんです。はい。え、それ見ないで、あなた、SF アニメオタクとか言ってんのみたいな感じになっちゃいますよ。はい。そのぐらいのものです。はい。評価 4.5!IMDB8.3!8.3 ってすごいですよね。はい。はい、じゃあ一応説明文読みますね。 人類がまだ見ぬ宇宙の領域に足を踏み入れた宇宙飛行士、ボーマンは、不滅の世界存在へと昇華していくのだろうか。春、侵入口を開けろという悲痛な願いとともに、無限の可能性に満ちた 未知の旅を始めよう。ちょっと、ちょっと、この説明文、全然、全然説明文になってません。<laughs> はい。ストーリーの説明に全然なってません。これダメです。この,この説明文。これ、ただの、あれです。なんてですか CM とかに使われるセリフです <laughs>。あのですね。まあ、宇宙船の話なんですけど、春というコンピューターで全てが制御されてるんですよ。はい。HAL と書いて春です。はい。まあ、それでいろいろと、まあ、宇宙飛行士が乗っていて、まあ、数々の 課題が発生するという、そういう話でございます。はい。それに対応していくという話でございます。はい。ちなみに、HAL、これはですね、当時、まあ、トップコンピュータープロバイダーであった IBM を1個前にずらした単語です。I を1個ずらして H。 B を1個ずらして AM を1個ずらして L はいこれ有名な話ですね春はい、まあ、これはですねもう見るしかないですよでまあ一応ですね危険なシーンも出てくるんで、えー、PG12 となっていますはい 大人と12歳以下の小学生は大人と一緒に見ましょうということになってます。はい。まあ、わからないでもないですね、私は。私はわからないでもないです。逆に言えば親と一緒なら小学生は見てもいいと思います。はい。はい。そうですね。まあ、これを知らなかった SF ンはですね、の方はですね、ぜひこの機会に今すぐ見れますから。 とにかくアマゾンプライムビデオだったら今すぐ見れますからぜひご覧ください。はい。今回は以上でございます。それではアマプラバンサーイということでまた別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。